エーブ・レルズ、エーブ・キット・トゥイスト・レルズは、ニューヨークのギャングで、マーダー・インクの殺し屋として、最も恐れられた人物である。本名、エーブラハム・レルズ。あだ名は、20世紀初頭に暗躍した、ユダヤ系ギャングのマックス・スベルバッハのあだ名にちなむとも、彼の好きだったキャンデーの名にちなむとも言う。ニューヨークのブルックリン・ブラウンズビルで、オーストリア出身のユダヤ人の両親の間に生まれた。 家は貧しく、長じて強盗や恐喝などの犯罪に手を染めた。1920年代、ブラウンズビルで強制やスロットマシン、カード賭博を支配していた、シャピロ兄弟の配下となったが、強欲な兄弟の厳しい取り立てにさらされた。シャピロの指示で行った微罪で2年服役したが、シャピロの法的支援はなく、遺婚を残した。1930年出所すると、友人、 マーティン・バグジー・ゴールド・スタイン、ジョージ・デフェオラとシャピロ兄弟のテリトリーで密かにスロットマシン業を始めた。デフェオのコネでマイヤー・ランスキーと縄張り協定を結び、ランスキーから調達したスロットマシンを地元ブラウンズビル一帯のバーやレストランに貸し出して儲けた。ランスキーは未開拓なブラウンズビルへの寝室の足がかりにレるズ・ラオリ用した。 当時裁判所の判例により警察は、賭博の証拠がなければ、直接、スロットマシンの摘発ができず、スロットマシンの営業は、至るところで行われたが、ブラウンズビルのスロットマシンは、シャピロ兄弟が牛耳っていた。レルズの行為は、シャピロの激輪に触れ、対立は先鋭化した。1930年6月3日、サターアベニューのカフェ前にいたメイヤーシャピロらを車から、 銃撃したが、軽傷を負わせるにとどまり、暗殺は失敗した。1930年6月10日夜、グレンモアアベニューで仲間と店から出て、路上に止めていた車に近づいた。リアタイヤが凹んでいるのに気づき、交換しようとオーバーコートを脱いだとき、20フィート後方の車にいたシャピロ派5人に一斉射撃を浴びた。20数発の銃弾が放たれ、 背中に2発当たって倒れた。ゴールドスタインは鼻を負傷し、デフェオは頭を撃たれ即死した。言い伝えでは、シャピロの部下上位シルバーズを抱き込み、その情報をもとに、シャピロのアジトまで来た時、不意打ちを食らったという。その上、恋人のローズが、メイヤーシャピロに誘拐、レープされ、拳で殴られた。怪我が治ったレルズは、シャピロ派が街中を大勢うろついていたため、 東京のハリー・ストラウスらを仲間に入れ自陣を増強した。さらに隣町オーシャンヒルのギャング、ハリー・マイオーネとフランク・アッパン・ランドを兄弟の縄張りの半分を与えるという条件で仲間に引き込み、戦闘態勢を整えた。1930年8月27日、シルバーズはドライブ中にカーブ付近で胸を打たれ、搬送先の病院で死んだ。 ヒットマンは、この前俺たちを罠にはめただろう。今度は、お前の番だというなり発砲したという。高年内通者に転じたレルズが、シルバーズ殺害を自供した。その後、スロットマシンの営業場所で、敵を見つけると打ち合う復讐合戦と化し、レルズは町で、シャピロ兄弟を見つけると銃撃したが、大抵は逃げられた。9月3日、スロットマシンの上りの回収をしていた仲間。 サミュエル公園がシャピロ派に殺害された。1931年7月11日夜、長男アービング・シャピロを自宅アパートの玄関先で9発の銃弾を浴びせて殺害した。言い伝えでは、シャピロ兄弟の当日の行動を知ったレルズが先回りして、シャピロの家の前で待ち伏せ、玄関の電球を緩めて暗くしていた。帰宅したアービングが、 玄関前が暗いのをいぶかしんでいるところを射殺した。アーヴィングと途中で別れてトルコ風ロに行ったメイヤーは、難を逃れた。1931年7月19日、メイヤーシャピロの車を街中で見つけ、アッパンダンド、ハリー・ストラウスと追いかけ、ショットガンとリボルバーで銃撃した。撃ち返されて、ガンバトルとなったが、メイヤーに振り切られた後、 派手な銃声を聞いた近くのパトカーに追いかけられ、警察とも銃撃戦となった。1931年9月3日、シャピロ派にアジトのビリヤード場を襲われ、計35発のガンファイトになった。一連の抗争に豪をにやした警察が、両ギャング間のさらなる流血沙汰を防ぐため、レルズ一味を武器引得などで強引に連行し、留置場に閉じ込めた。 1931年9月17日、メイヤー・シャピロが、マンハッタンの路上で頭を打ち抜かれた死体で、発見された。レルズ、ゴールドスタイン、ストラウス、マイオーネが逮捕されたが、証拠なく放免された。メイヤーが殺された時点で勝負はついた。ブラウンズビルでレルズに逆らう者はいなくなり、縄張りを乗っ取った。1934年7月、 逃げ隠れていた三男のウィリーを生き埋めにして殺した。対シャピロ構想のために結成された、レルズ一味は、犯罪シンジ事系との殺人組織に取り入れられ、レルズらはその中核グループを形成した。当領ルイス、レプケバカルタート副当領アルバート・アナスタシアのもと、反逆者の粛清や密告者の口封じなど、コミッションから依頼された多くの契約殺人を、受け負った。 その手口は巧妙で組織的だったため、犠牲者の多くが病死として処理されたという。1940年2月、麻薬取締法違反、住居侵入、暴行、強盗、殺人の容疑で逮捕された。組織の摘発により、実績を上げたい、ブルックリン地方検事ウィリアム・オドワイヤーは、デルズをシンジケート撲滅のキーマンに据えた。デルズは、 第一級殺人罪を免れるため、ブルックリンだけで85件の殺人を証言し、ボスのバカルターや、マーダーインク同僚の殺人について、次々に暴露した。それが原因でゴールド・スタインやストラウス、マイオーネなど、同僚の殺し屋の多くが後に死刑になった。デルズは、アルバート・アナスタシアや、ベンジャミン・シーゲルの殺害関与についても供述を、始めた。デルズは、アナスタシアが、 アービング・フェインスタインの殺害の首謀者と名指し、組合のピーター・パント殺害も、アナスタシアの命令によると暴露した。バカルターはすでに拘留され、残された最後の大物、アナスタシアの摘発を急ぐオドワイヤーは、連日のように新聞を使ってその黒い過去を訴状に、あげた。レルズは、シーゲルや、バカルターの裁判までコニーアイランドのハーフムーン、ホテルに、 警察の24時間護衛付きで留置された。1941年11月12日、レルズは警察に厳重にガードされたホテルの6階から転落死した。警察は15分間隔で部屋のレルズをチェックしていたが、隙を見て逃亡を企わだて、窓の外から5階に降りようとして足を踏み外したと結論付けた。転落した地点が建物から離れていたため、 押されたか放り投げられた可能性も指摘され、レプケの仲間が警察を買収したのではないかという噂が流れた。オドワイヤー検事とコネクションがあったフランク・コステロがアナスタシアを死刑から救うために死亡したとも言われた。オドワイヤーは警察時代からの20年来の旧友、フランク・バルズ・ニ・レルズの護衛を受け持たせていたが、オドワイヤー本人は転落事件の当日、 風で自宅にこもっていた。レルズの遺体はニューヨーククイーンズクグレンデールのマウントカーメル墓地に埋葬された。偶然にもどちらのキットツイストもコニーアイランドで死んだ。事件後、バルズの率いた護衛チームの5人は職務怠慢で追求され配置替えになったり広角になった。オドワイヤーはアナスタシア告発のキーマンがいなくなったとして、 アナスタシアの告訴手続きを取り下げたが、デルズが同じく証言する予定だったバカルター、エマニュエル・ワイスラの裁判は、デルズの代わりに、アルバート・タネンバウムらが証人に立てられ、予定通り進められた結果、同年11月30日、バカルターらに死刑判決が下った。ジョージの兄ウィリアム・デ・フェオが、ランスキーシーゲルの仲間だったという。 ブルックリンリン海空を支配したアルバート・アナスタシアに、シャピロ兄弟と抗争を始めることを報告し、アナスタシアから了解を得たとされる。アナスタシアは直接手は貸さないとしながら、部下ルイス・カポネに抗争の進展を逐一報告させたという。オドワイヤーは、その後も重い風を患ずらって自宅にこもりきり、新聞はコメントを得られない状態にあると報じた。ありがとうございます。